はい、どうも、こんにちは。今回また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、探偵ルートで迎えたこの第2章をやっていって、まあ、そろそろ終わりかなってとこなんだけど、とこだわ。もう、なんかもう語るのはいいわ。もう、なんかいろいろあったんだよ。なんか燃えるっていうシチュエーションは一緒だったんだけど、まあ、その後ちょっとこう、シンドたちとザフカの間でまたこう、ねえ、麻薬がないことで揉めてるってとこだな。どうしてですか、ザフカ様。歌声は変わらず素晴らしいのに。褒めるんかい。どうして癒しの奇跡が起きない。褒めはするんだな、お前。歌声は変わらず素晴らしいって。まあ、それはその意見は素晴らしいわ。まあ、褒めるんだな、こういう状況でも。私、記者のために借金までしているのよ。あれがないと体が痛くて働けないのに。いやね、そういうことじゃないんだよ。まあ、病気だから仕方ないけどさ。もしこのまま、もう二度と奇跡が起こらないとしたら、俺たちはどうなるんだ。まあ、死ぬんじゃないですか。そんな、死ぬんじゃないですこんか。な痛みを抱えながら毎日生きていけだなんて無理だよ。辛すぎるよ。急にどうした？お前、無理だよ。辛すぎるよって。急に乙女見せんな、お前。痛い痛い、分かった分かった分かった。痛い、分かった分かった分かった。おい、大丈夫か？もう出ようぜ、こんなとこ。もういいじゃん、鎮火したんだから。いいじゃん。アーサーは慌てて駆け寄り、倒れた女を抱き起こす。苦悶の表情で胸を押さえた女は、何度も体を痙攣させ、やがて動きを止めた。そんな急に？ マジでギリギリで生きてたんだな、お前。そんな急に死ぬ？嘘だろ。おい、しっかり返事をしてくれ。そんな急に死ぬことある？こいつは急な発作だ。ショック死だな。へえ。そんなバカな。さっきまで普通に話していたじゃないか。そうだよ、おかしいもん。どうしてこんなこいや、と。やってるやつ、このゲームやってるやつ誰も思うよ。そんな急にって。青ざめておののくアーサーだが、倒れているのは一人ではなかった。彼の周囲にいた信徒たちは次々と倒れ始める。儀式部屋に集まっていたのは、もともとが常在婦の神聖効果に頼る重病の患者たちであった。常在婦が亡くなり、神聖効果が得られなくなった今、想像を絶する痛みと苦しみが彼らを襲っているであろうことは、アーサーにも容易に推測することができた。信徒たちは己の腹を、胸を、喉を押さえ、かきむしる。むせび泣く者、胸を押さえ、苦しげにもだえる者、泡を吹いて倒れ、痙攣を起こしている者、叫ぶ者、なんだこれ、音叉 の声を上げる者、ザフカに詰め寄る者、胃液を吐き出す者、体をかきすぎて血まみれになる者、物々多いな、物々が。一時は歓声に包まれていた礼拝堂は、今やこの世の地獄と化していた。おい、人手を集めろ。やけどの怪我人も病人も空いている病院に連れて行くんだ。お前、正義感あるね。はっ。ああ、そんな。ザフカ、手伝ってくれ。倒れた人を早く病院へ。はい。なんか、こっちのザフカいい子だな。その後、アーサーやザフカ、警官たちに加え、火事に気づいて集まってきた周囲の住民の手も借りて、信徒たちの搬送を行った。しかし、信徒たちの数が多かったため、迅速な対応が取れず、多数の犠牲者を出すことになってしまった。あ、焼けてる、ちゃんと焼けてんじゃん。手抜くかと思ったけど 手抜くかと思ったけど、ちゃんと焼けてるわ。病人や怪我人の搬送を終え、ザフカや教団員たちが警官によって連行された後、アーサーは焼け焦げた教会で肩を落とし、立ち尽くしていた。アーあ、生きてサー、た。ご無事でしたか？こっちのセリフ。教団の指導者は確保しました。こちらは万事問題なしですよ。シャーロット、僕は助けられなかった。 お前、気が弱すぎるんだって。切り替えようぜ。え？助けるつもりだった。間違いを正して正当な道に進ませて。おい、行くぞ、シャーロット。ハリー先輩、でも今のこいつにどんな慰めがかけられる。は放っておく方がずっと親切なぐらいだ。それに
声ちっさ。アメリカを連行しないとな。気使ってるせいか声ちっさお前。わかりました。アーサー、また後で。この度はご協力感謝します。そっか、アーサーが言ったんだもんな、警官に。なあ、そんなに落ち込むんじゃねえよ、相棒。あ、結果はどうあれ。お前はよくやった。先生。結果はどうあれ。うん。本当にそうか。僕は結果として誰も幸せにできなかった。めんどくせえなお前。ザフカが間違っていると思ったから真実を糾弾したんだけど、その結果人がたくさん死んだ。僕は彼らを助けるつもりだったのに。めんどくせえなお前。医療用麻薬を使用しててもザフカは信徒を救っていた。お前ブレブレじゃんお前。で幸せだったんだ。人としてブレブレすぎるぞお前。さっきまでそんなの嘘だって言ってたのにブレブレじゃん。偽りの幸せと残酷な真実。最後に信徒たちが選んだのは幸せだ。お前ゲームの主人公向いてないよお前。やめとけもゲームの主人公お前なんの。やめとけやめとけお前。向いてないわ。僕は本当に正しかったのか。心が弱すぎるもん。ジャックはまたアーサーにかけるべき言葉を見つけることができなかった。ミシェル先生。ああ。ローリー。もう来ないでって言ったのに。あ、これあれかな、撃つやつかな。撃つやつだったら飛ばすよ俺。言おうじゃないから。いやもう一回見ようかなとかそんな甘いこと言わないから 俺はね。もう一回見ようかなって。時間が無駄だからね、はっきり言って。やっぱ同じもの見るのは。殺人鬼とローリー、ミシェルのけじめ、多分一緒だと思うんだよな。ちょっとバーって言っちゃっていい？バーって言っちゃうよ。多分見てるな。多分見てるけど、もう飛ばせないから飛ばすわ。こうやって。ああ。めちゃくちゃ早いでしょ。もうこれみんなで見ようよ。このゲームのすごいとこ見ようぜ、みんなで。これめちゃくちゃ早いでしょ、これ。あ、歌うやつだ。まあ聞こえないけどね。まあでも本当に、早送りめちゃくちゃ早いんだよな。クソ便利。本当に。マジで。そこだけみんな、いいと思う、うん、このゲームやる人はそこだけやっぱ評価。ちょっとあんまりバカにするのやめようか、うん、俺が思うこのゲームのいいところはここだね。やっぱり2周目とかがやりやすい。本当にやる人いるか分かんないけど、うん、本当にやり直しとかがすごいやりやすい。それは優秀だと思いました。はい、あれか、どっちも涙流してるとこか、雨の中で。で、終わりかな。見た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 。ここが優秀なんだよな、ほんと。まあ、結局じゃあ、アーサーは、なんか、ハッピーエンドじゃないんだな、今回のやつも。サクッと、一応サクッと。めちゃくちゃ早いでしょこれ。マジ便利だわ本当に。これは、あ、これ違うか。ロンドン市警ではアドラメリコを筆頭とした教団関係者に対する取り調べが始まっていた。これは見たことないな。いいかアドラメリク、押収した帳簿や書類によれば、うん、あの教団を裏から援助してた存在がいるのは間違いねえ。あれほど大々的に動いてたらお前の力だけじゃ隠しきれねえだろ。ザルーフ福音教団の裏には誰が、いや何がいる。喋るんかな、うん、アドラメリクはうさんくさそうに針をチラリと見るとそのまま黙って顔を背けた。黙秘権か、いいぜ好きにしな。そのうちやめてくださいとしか言えなくなるようにこの俺が。ハリー先輩、机から乗り出すようにしてアドラメリクの胸ぐらを掴もうとするハリーをシャーロットが羽交い締めにして阻止した。シャーロット、
なんで止める？話しやがれ。いやでもこうでもしないと吐かないよ、人間って。容疑者に対する暴力はダメですよ。うるせえ、黙ってろ。俺はこういう弱者を虐げる奴らが一番許せねえんだよ。私だって許せませんよ。でもとにかく今は尋問で。これさ、どうやってやってんだろうね。実際話さない、全然さ、その話したがらない人、どうやって話すようにしてんだろう。もしくは処理してるんだろう。不意に取り調べ室がノックされる。どうぞ。誰？二人は一瞬顔を見合わせると、おとなしく席に腰掛けて来訪者に向かって声をかけた。誰だ。ご苦労だったな、ロンドン市警の諸君。ああ、本部か。突然入ってきて上から目線で話す見慣れの男たちはハリーとシャーロットをじろじろと眺めた。何者だあんた。ロンドン市警の刑事の目は節穴か。我々はスコットランドヤードの者だ。早速だが、ここから先この事件はスコットランドヤードの預かりとなる。いやもうこうやる、こうなるとめちゃくちゃ怪しいよな。はあ、何を言ってるんですかあなた方は。昼間から寝言抜かしてるんじゃねえぞ。これは議員まで関わった大きな事件だ。ロンドン市警には荷が重すぎる。アドラメリク氏も直ちにスコットランドヤードへ移送させるように。怪しいな。男の合図でスコットランドヤードの制服を着た数人の警官がさらに室内に入ってくる。ちょっと、どうしてこんな、横暴ですよ。アドラメリクの罪が食ってかかるシャーロットをよそに、警官たちは室内に置かれた捜査資料を勝手に押収し始める。いい加減にしやがれ。ここまで証拠を集めてクソ野郎を逮捕できたのは誰のおかげだと思ってやがるんだ。本当だよな。そうですよ、せめて尋問が終わるまではロンドン市警に任せてください。いえ、任せるべきだと進言します。なんと言おうが、この事件はもうスコットランドヤードの管轄だ。お前らごときが覆せるものではない。怖い。スコットランドヤードの警官はうるさそうに顔をしかめ、アドラメリクへと視線を移した。アドラメリク議員、どうかご同行をお願いします。おい、犬ども。ほら、もう強気になってんじゃん。牢獄はお預けのようだ。せいぜい綺麗に吐き清めておくことだ。私が入ることはないと思うがな。てめえ。うわー、もう嫌なとこ見たな。嫌なとこ見たわ、権力という。歯を食いしばるハリーをにらみつけ、アドラメリクはスコットランドヤードの警官に連れられて退出した。おい。くそ。スコットランドヤードは何考えてやがる。ええ、信じられません。どうして急に。ハリーもグレるわ、こんな見せられたら。グレる。クソだもんな。アドラメリクをスコットランドヤードに奪われたハリーとシャーロットは、次の対象としてザフカを呼び出し事情を聞いていた。ザフカ・エルビナ、聞きたいことがある。なぜお前らの件にスコットランドヤードが出しゃばってくる。それはわかんないでしょう。こいつもだんまりか。まあ、連中がこいつを回収しなかった以上、大した情報を持ってるとは思えねえが。まあね。私は。ああ。私は人を救おうとした。ハリーには聞か、ハリー聞かないぞ、多分こういうやつは。そのこと自体は間違っていなかったはずです。ああってなるよ。まだ言うか、てめえは。いいか、てめえの信念がどうとか、どういうつもりだったかなんてのはどうでもいいんだよ。本当だよな。だがな、てめえがしでかしたことで大勢の死人が出た。救いだなんだと口にする前に、そのことを真正面から受け止めてみろ。ああ、いいね。言うね。ハリーは机を拳で叩きつけると、そのまま取り調べ室を出て行こうとする。ハリー先輩、取り調べは？あとはお前がやれ。お前に任せる。うまくやれよ。そんな勝手な、先輩。なもぐれ始めるよ、ハリーが。ここからシャーロットは制止を試みたが、ハリーは一方的に告げ、取り調べ室を出て行ってしまった。私のせいで大勢の人が、私は癒しを、救いを与えたかったのに。でこれあれでしょ、シャーロットが、いやそんなことありませんよやろ。
ほらもうだってほらハリーとアーサーが違いすぎるからもうわけわかんねえもん。ザフカが意気消沈した様子で小声でつぶやき続ける。シャーロットは肩に手を置きだが厳しい表情で告げた。ハリー先輩の言葉には私も同意します。あなた人を救うとおっしゃっていましたが。来たぞ相手のことを考えたことがありますか。出た相手を諭すスペシャリスト、シャーロットが出てきたな。信徒の皆さんのことを。出たシャーロットのあれだよ、講座が始まる講座が。ええ、そうです。サルーフ福音教団に集った人々は何に心酔していたのですか。何に、ま、麻薬ですか。麻薬ですか。はい。偽りの癒しですか。はい。それともあなたの歌や言葉善意にですか。まあ、一旦整理してね。麻薬の効果と癒しの奇跡、それが信徒の皆さんを集め、つなぎ止めていました。私の歌なんて、声なんて、誰も聞いてはいなかった。いやでも、あなたの歌は素晴らしいけどって言ってたじゃん、さっきのあのおっさんが。であれば、あなたの行為は間違っています。教会まで買い上げて作った組織です。資金に人脈、さまざまなものがあったことでしょう。悪事に加担するまでもなく慈善活動もできたはず。確かに。あなたが本当に人を救いたいと思っていたならもっともっと別のやり方があったはずです。ひどい刑事さんですね。次は優しい刑事が出てくるのでは。なめてんじゃねえよお前。慰めてほしいのならそう言ってください。本当だよ。ですがあなたに必要なのは叱咤だと感じました。はあ、シャーロットがシャーロットあれだな、やっぱそういうスペシャリストだな。なんか厳しくもあり優しくもある。なんて私も言えたものではありませんが、少なくとも私は警察官として自分の行いが人を守ると考えています。なんだろうなこのシャーロットの安心感。俺も尋問されたら多分シャーロットさんってなると思うわ多分。いつかラジオで流れたあなたの歌、はあの綺麗な歌声には出たフォロー、私も心を打たれましたよ。相手へのフォロー忘れない。この方は人を救いたいと真摯に願っているんだって。ここせこいよな。ザフカさん、あなたがなすべきことは何か獄中で今一度よく考えてみてください失礼します。よく考えてみてください。失礼しますってせこいなお前。私はこの歌で奇跡を、人を救いたかった。私は一応ザフカからも情報を聞けばお前らなんかね、諭して満足してどっか行ったけどさはい、諭してやったぜ満足っつってどっか行ったけど、一応情報も聞き出せば。まだ続くか。あの犬どもめ。あ、見れるの俺。ちょっと散々殴りやがって。ロンドン市警を離れてしばらく経った頃、悪態を吐き続けていたアドラメリクはスコットランドヤードの男に親しげな笑みを見せた。しかし助かったよ。誰の指示かは聞かない方がいいな。やば、裏側見れるじゃん。うん、何のことですかな。答えないということは肯定だと捉える。馬車から降りたアドラメリクはテムズ川特有の不臭に顔をしかめた。とにかく助かったよ、うん、で、なぜこのようなところに。あー、アドラメリク始末されるんじゃないの。あー、そういうことか。テムズ川で待ち受けていたのは付近でゴミさらいスカベンジャーを営んでいる貧困層の集団だった。複数人がアドラメリクを取り囲んでいる。ジロリと睨む者、興味がなさそうに立っている者、ニヤニヤと気味の悪い笑みを浮かべている者までいた。アドラメリクは自分がどういう状況に陥っているのかようやく気がついて青ざめた。牢獄はお預け、せいぜいきれいに吐き清めておくことですか。あ、その言葉には同意しますよ。やっぱその裏側、警察のさらに後ろにいる組織の命令か。あなたには牢獄よりもテムズ川の底の方がお似合いだ。はあ、アドラメリク議員。怖っ、警官に言われるの怖っ。ああ、よせ、やめろ。バイバイ。
失敗したものはやっぱ始末するっていうあれなのかな。君は教団が人々に救いを与えると言ったな。これが本当に君の言う救いなのか。こんなのは奇跡じゃない、うん、君たちは病に苦しむ人々を騙している。人々を癒す、あれ、病に苦しむ人々を救う、ね、ザフカルートそのためなら何でもする。こっから主人公ザフカなのかな。その行為自体は間違っていないはずです。いいか、てめえの信念だがな、私のせいで多くの人が死んだ。ちょっとごめんね、俺も死は救いじゃないのか。ごめん、正直多分もうお気づきかもしんないけど、正直飽きてきてるから、正直ね、ごめん、飛ばしてる。あなたが本当に見たしね、見たよ、見た、はい、見た。私がなすべきこと、それは、はぁ、もう俺主人公なるじゃん、ザフカがアーサーお疲れ様でした。今日からザフカが多分主人公だわ。はぁ、おしゃれ、え、おしゃれなんだけど、これ壁紙っぽくない？なんか壁紙にちょうどいいんだけど、めちゃくちゃおしゃれじゃん。刑務所に備えられた礼拝堂から、刑務所に備えられた礼拝堂から美しい歌声が響いている。歌っているのは服役中のザフカだった。ザフカが真摯に祈り紡ぐ歌声は他の受刑者たちに獄中で歌う天使と称された。まあそうだろうな。私は自らの行為が間違っていたとは思わない。しかし彼らの言うこともまた間違っていないと感じた。自由すぎない？てか捕まってんだろ、もう牢獄じゃないじゃん。自由時間があるといえどこんなに自由ではないだろう。どちらの考えが正しいのか今はわからない、うん、だが幸い私には時間がある。まあまあ考える時間ね。考えましょう、ザフカ・エルビナーのなすべきこと、私の使命について。まあでも何年服役するかわかんないけど、おばさんになってからそういうことし始めたら痛いけどな若いからまだいいけど、おばさんになってからし始めたらちょっと痛いぞ。神よ、我を導きたまえ、うん、道に迷える我を真実の道へ。いい絵だね。これは滑舌がちょっと怖いな。やっぱ滑舌に難があるからさ俺長えな、長えんだよ。エドガーは渋い顔で机の上に置かれた捜査資料書類を見つめていた。サルーフ福音教団の礼拝堂から持ち出した証拠品が全てスコットランドヤードに持ち去られてしまった。だが引き出しの中にしまってたもんね。書類を複写しておいて正解だった。はい、言うのを。押収したアドラメリクの手帳に書かれていた意味不明の文字、これは暗号文だ。漢字式か、他者に見られたくないもの、うん、知られたくない存在だとすれば、やつらの資金源か黒幕か。この後アーサーに帰るとかないよね、長すぎんだけど。エドガーペンを取るとしばらくの間うねっていたが、やがて何かにうねっていた、うね何かに気がついたようにペン先を走らせた。ひねるかな。まず解読できたのは多岐にわたる暗号文の中で品質する単語。書き上げられた文字はグリーンメイスン。グリーンメイスン、秘密結社。これ見た気がすんな。ちょっと飛ばしていいかな。あ、終わったな。絶対アーサーのターンない、これ。あれ、終わった終わったぞ。よし、まあキリがいいわ、これはキリがいい。まあてなわけで、まあ長々とやり直しをしてきたんだけど、ついにね、デッドリーエネミー、ついにあれなんですよ。もうこれで、これにて多分これ多分第5章に戻ったら多分いけるはず。あ、お、すげえ、終わってる。どこだ、ここかな。
今度はお前か。誰が来ようが同じだ。これ変わってんのかな。俺は何も喋るつもりはねえし、喋ったところで無駄だろ。まあ、とりあえずじゃあここで終わってみようか。次回どうなるか分かんないけど、まあ、とりあえず今回はここぐらいで終わろうと思うわ。じゃあ、あざした。